藤川球児、佐藤の凡退後の態度に、佐藤の打撃の状態は上向いている。延長10回に、ファーストストライクの内角球をレフト前に運んだように、いい意味で力が抜けて、ボールを線で捉えられるゾーンが広がっている。アウトになった打席も内容は悪くなかった。ただ、打ち取られた後の振る舞いが気になった。特にレフトフライに倒れた6回は、なかなかベンチに戻ろうとしなかった。感覚はいいのに、ヒットにならなかったことが悔しいからだろう。これを、いい打球だったと納得し、次に目を向けることが長いペナントレースを戦う上では重要。一喜一憂すれば、相手チームにも心情が伝わってしまう。私の現役時代の印象として、巨人の松井秀喜さんは結果に関係なく、常に同じ動きをしていた。自分が周りにどう見られているのか。今は苦しい時期を脱しつつあり、いい機会だ。自身を客観的に捉え、もう一段上のレベルを目指してもらいたい。松井秀喜や一郎と比較するのは酷でしょう。よく喋る藤川、ゆんべは小運で見ました。誰かを引き合いに出すべきでないと思うよ。定期的に打ってる人は堂々としてるように見えるんだけど。佐藤、大山は上がってきた、あとはピカ、中が当たってきたら。一喜一憂を見せないことが原因の一つでこの前2軍に落とされたのですが。毎回バット打ってほしい、おもろいことしてほしい。だって悔しがらないと2軍に落とすじゃん。ちなみに川藤さんも常に同じだった。巨人は真摯にさせられるんですよ。表情に出せば文句言われ、出さなきゃまた文句言われる、しかも言うのがファンでなく球団 OB。球児さんの指導者としての姿も見てみたい。孫次は、JFK の中西さんもね。悔しさ出さないと、下に落とす監督の下でやってるから、仕方ないんだよ。テルに対して、悔しがれ、気合が足りないという人も多いが、俺はこの意見に賛成。そんなことより、クローザーには落ちる球が必要だと言うてくれ。チャンスでヒットを打ってくれたらそれでよい。阪神版バトルフェイスしないと下に落とされるんだからしょうがない。